あ、知ってこい。泥臭くて熱いんだけど爽やかなんですよ。しっかりプレーを見れるドラマ。普通の野球中継を見てるような視点。スポーツやってる時と同じような感覚があった。手に汗が握って頑張れ頑張れってすごい応援したくなりました。アニメ使われてるんだけど違和感がない。今までのドラマでは経験したものが、より迫力が増す瞬間。野球を頑張って甲子園行く。それだけではなくて。先生方ももちろん球児たちのヒューマンドラマも描かれていたので。野球やってる人もやってない人もすごい楽しめるなって。下克上球児10月15日スタート。どこへ投げるか迷ったらとにかく一塁へ送球しましょう。あとちゃんじゃちゃんじゃときめく時を TBS。